皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法を30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はですね、この、愛着障害シリーズ、はい、回避性愛着障害、絆が希薄な人たちです。今その産後うつの対策っていうのをいろいろ考えてるんですけども、お母さん方に対してのサポートはもちろんなんですが、実際ですね、その旦那さん、お父さんとかご家族の方、そのお母さんのおじいちゃんおばあちゃんですかね、そのお子さんから見ると、要はそういう人たちの中でですね、どうしてもこの回避性の愛着障害を持たれてる方が多いなっていう印象が結構強いので、そういった方々に対してどういうふうにアプローチすればいいのか、どういうふうにアプローチしていくのが効果的なのかっていうのをこの本を今日読んでいきます。はい、では30分でスタートです。はい、早いんですけども紹介の方に移ろうと思います。ではですね、本の紹介の方いきます。はい、また昨日に引き続きましてね、岡田隆さん、いきます。岡田隆さんの、回避性愛着障害、絆が希薄な人です。紹介します。一言で表すとですね、自分と相手を知るための一冊です。自分が回避タイプ、要はですね、物事先送りしちゃいたいとか、そういうタイプの方もいらっしゃるでしょうし、自分がそうでないとですね、大体パートナーがそういう回避タイプの傾向が強い方多いなっていうふうに思っていますので、自分を知るためにもそうですし、相手のことを知るためにもおすすめな一冊です。はい、前回のですね、愛着障害については回避性、ざっくり回避不安安定ってあるんですけども、他のタイプについても説明がなされていたんですが、今回基本的にその回避タイプの人を中心として、でただですね、パートナーとなった場合、回避だけではなくて不安であったりとか他のタイプとの違いっていうのも書かれてはおります。はい、でですね、どうしたらいいかっていうと、やっぱ結局安全基地になります。はい、要は自分のことを大丈夫だよって受け入れてくれる人、自分が自分であってもそれが許されるんだっていう経験をすることによって、その回避性っていうのが、安定側にシフトいく、要は回避、より良い状態になっていくっていうことをですね、回避性の愛着タイプの影響が小さくなるっていう風な感じになります。で、どういうことかっていうとですね、要はですね、結婚して、子供生まれたりするとですね、責任っていうのがすごいついて回るんですね。いろいろ決断しなくちゃいけない時があります。そうすると、自分が決めたことによって、それが今後、良くも悪くもいろんなことが起きるわけで、未来がわからないけども今決断しなくちゃいけないと。で、そうなるとですね、回避性のこの愛着障害の方っていうのはやっぱすごい苦しいんですね。私もずっとそうだったので、すごいわかるんですけども、やっぱりね、責任を負いたくないんですよね、はっきり言うと。それもどうなんだっていう話なんですけど、ただですね、それをその要は安全基地、要は自分の、選択したことっていうので、自分がその苦しむ必要がない、むしろその未来のことは分かんなくて、だけども今、自分の果たすべきことを果たしていくことっていうのが大事なんだっていうのを経験、実感して経験していくことによって、幼少期受けたですね、悲しい体験とか辛い体験っていうのだからこそ、回避性愛着障害になったわけで、そういったふうに要は自分がやりたいようにやってもいいんだと。で、その自分の中で思い込んでしまっている不安っていうのは起きないんだなっていうのを実体験として感じることによって、その愛着、回避性っていうの愛着障害っていうのは克服していけるよというふうに考えてあります。でですね、そうですね、やっぱり
まあ、やっぱり自分を知ることっていうのはすごい大事ですよね。どうしてもですね、知識がないと自分の考えは自分一人だけおかしいとか、逆に自分が見てるように他の人も見ているんだろうとか、どうしてもフィルターが偏ってしまうので、ぜひですねこの本を読んでいただいて、もちろんこの本に限らずなんですけども、やっぱ知識っていうのを増やしていただく。そうすることで、今皆さんの周りにパートナーの方いらっしゃるんであれば、そのパートナーに寄り添うようなアプローチ、そのためにやっぱり知識必要だなっていうふうに考えておりますので、ぜひこの本読んでみてはいかがでしょうか。はい、動画のですね詳細のところに、いつもの Amazon のリンク貼っておきますので、ご覧になってぜひ読んでいただきたいなという一冊です。はい、ではですね、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひ動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。